日本政府は今回の発射と今後の北朝鮮の動向をどう見ているのでしょうか。門脇記者の中継です。政府内には引き続き気を抜かず対応するようにとの指示が出ていて、再度の打ち上げを警戒し、北朝鮮が通告した来月11日まで万全の体制で臨む方針です。防衛省としては関連情報の収集と分析に努め、緊張感を持って警戒監視等の対応に引き続き万全を期してまいりたい。政府はミサイルが黄海上空で消失し、宇宙空間への物体投入はないと推定しています。また大使館ルートを通じて北朝鮮に抗議と非難を伝えました。一方、今後の北朝鮮の出方については見方が分かれています。政府関係者からは2度目の失敗は許されず、次は慎重に打つだろう、原因究明や人工衛星の準備などには相応の時間が必要で、11日までに打つことは難しいとの分析もありますが、短期間にもう一度打ってくる可能性は捨てきれない、北朝鮮の考えは読み切れないとの声もあります。政府は自衛隊の迎撃体制を維持しつつ、北朝鮮の動向を注視する方針です。